さて、廃棄物を減らし資源を循環させる取り組みが長岡市で進んでいます。市内の高校生が今日、生ごみ由来などの肥料で作った大根を収穫しました。今日、長岡市の農場を訪れた長岡農業高校の生徒が行ったのは大根の収穫。長岡市などは資源の完全循環を目指す取り組みを推進していて、今年度生ごみや下水汚泥を肥料として生まれ変わらせ、大根を栽培する実証実験を行ってきました。今日は通常の化学肥料で育てた大根と生ごみ由来の肥料で育てたもの、下水汚泥由来の肥料で育てたものなどを収穫し、成長具合を比較。化学肥料で育てた大根では1本あたりの重さが平均2キロだったのに対し、生ごみ由来の肥料で育てたものが 1.5 キロ、下水汚泥由来の肥料で育てたものが 1.7 キロでした。身近にあるもので、ものっていうのは育っていくんだなっていうことが分かりましたし、やっぱりそのゴミを減らさない、増やさないためにも、こういう活動が必要になっていくんじゃないかなと思ってます。遜色ない出来栄えとなっているのかなと感じました。肥料の効果について、経年変化等をですね、把握していきたいと思っています。長岡市は来年度は違う作物を育て、生ごみ由来などの肥料の実用化を進める方針です。